栃木県佐野市秋山町は県の南西部に位置し、この農場からの風景は田んぼが広がり、その向こうにはスイスのマッターホルンに似た雄大なトカの山がそびえ立っています。広い空、小鳥のさえずり、田舎暮らしの良さを実感しています。農閑期を利用して今年も味噌作りのイベントが始まりました。今日はたくさんの人に参加していただいてどうもありがとうございます。味噌作りの材料は関塚農場の有機米と有機大豆、そして自然の塩です。味噌作りは3日かかります。初めの2日間は米麹を作ります。美味しそう。18年前、2002年、埼玉県から移住してきた関塚学さんは、地元の人々との交流として始めた味噌作りが好評で、毎年定員の15名がすぐにいっぱいになります。あ、そうですね。3日目は大豆を潰して米麹と混ぜ合わせ、樽に詰めて持ち帰ります。夏まで田園所に保管し熟成させます。昔から日本人が食べていた自然の味噌です。移住してまず平貝の養鶏小屋を作ります。生まれたばかりのひよこを買って、親鳥がいないので1週間から10日ぐらいこたつで育てます。そして6ヶ月すると卵を産みます。自然な環境でのびのびと育った健康な鶏からおいしい卵は生まれます。おいしさの理由は、黄身が甘い、コクとうまみがある、生臭くない。こだわりの秘密は水、餌、土にあります。平貝養鶏はオス、メスが同居しています。有精卵は命が宿っているので栄養価が高いと言われています。そしてバタリーケージの卵より1個あたり値段が2倍程度も高価ですが、栄養価や味、農薬を気にする人は喜んで買います。とにかくこういう自然の中で暮らしたかったので、ここに来た時に何が良かったかっていうと、水なんですよね。やっぱすごく水が綺麗で、川が透明で、最初は全然知らない人で、自分はよそ者だったんですけど、でもだんだん周りのおじさん、おばさんが、声かけてくれたりとか、あと町会に入ったりとか、あとは子供がだんだん大きくなってきて学校の関わりができたりとか、ですごくこの地域の中で自分がこの人間になっていくっていうことはすごい楽しくて、で本当にその周りの人も自分のことを受け入れてくれるし、その人のつながりがすごく良くて、でそういうことを日々感じながらここで生きていられることが幸せです。あ、そうです。智子さんは茨城県生まれ、大学の農学部を出て有機栽培の野菜を作り、セットで出荷しています。
有機野菜は除草剤や殺虫剤を使わないので、健康に気をつけている消費者が価格が高くても喜んで買ってくれます。踏み込み温床とは、有機農業には欠かせない方法なのです。落ち葉の発酵熱を利用して作物の種を発芽させます。また落ち葉の堆肥で肥沃な土を作ります。この土で育った野菜は本当に美味しいのです。そうですね。有機農業は、農薬と化学肥料を使わない、農業で、遺伝子組み換えの技術も使わないのが有機農業なんですけど、夕ご飯も、はい、朝ご飯も、はい、自分たちで育てた野菜とかお米とか味噌汁の味噌もそうだし、そうですね、うん、醤油もそうだし漬物も、例えばこういうあのいろりでやった鍋の中の野菜ね、じゃがいも、里芋、人参、それから小松菜とか、ね、それ鶏肉とかも、ね、もう全部こう自分で食べてたやつで、そういうのをこう仕事しながら、こう食べられる、それも面白い。でその中で特に関塚さんはその米と野菜と養鶏っていう三本柱でやってるっていうのがやっぱ他の農家さんと比べてもちょっと僕たちがちょっと興味を持った点かな。で循環型の農業をしている関塚農場は2015年から研修生の受け入れを始めました。野菜と米、平飼い養鶏の三本柱の家族経営です。農水省、県の農政課が有機農業の重要性を認め、研修生に補助金を出しています。年間150万円、最大7年間。学部さんは有機農業の後継者を育てるために研修棟を建てました。学部さん自身もオーストラリアファームステイで有機農業と出会い、帰国後茨城県の農家で有機農業の研修をしました。秋山町は過疎化と高齢化が進む典型的な中山間地域です。関塚さんは移住して2年目、2011年に獣害対策モデル地区事業を始めることを決意し、住民に働きかけました。周囲に野生動物がいてもきちんと対策すれば獣害に合わずに栽培できることを集落の人たちに説得し、野生動物が侵入できない複合柵を設置しました。栃木県と佐野市から獣害対策モデル地区の指定を受け、電気柵は栃木県の補助金で設置されています。このように地域ぐるみの獣害対策は全てがうまくいったわけではないが、この時のさまざまな取り組みが地域おこしにつながったのです。さ、やっぱこう有機農業は、自分だけじゃなくて周りの人もこう幸せになる方法だと思うんで、その考え方とか実践とかをこういろんな人にこう伝えていければと思うんですけど、まあ、そのためには自分が楽しまないと多分周りの人に伝わらないと思うんで、それを日々一生懸命実践していきたいと思います。関塚夫妻は有機農業との出会いから縁もゆかりもない佐野市で新しい生活を始めました。試行錯誤しつつも自らの取り組みを生き生きと話してくださいました。学さんは現在日本有機農業研究会理事と秋山有機農村未来塾事務局長として活躍しております。